はい、どうも皆さんこんにちは、エマークでございます。さて、今回の動画なんですけれどもね、ちょっとね、実はいつもと違う感じの照明の当て方にしております。はい、実際にどんな感じの映像になるのかっていうのはちょっと編集してみないと何とも言えないんですけれども、今回はね、とりあえずこれでいきたいと思います。で、今回の動画は、こちらになりますね。ルミックスの、BGH1 という、ね、カメラなんですけれども、まあ、うちの、ね、スタジオでメインで使っているカメラですね。今実際ね、この正面で撮っているカメラ、これも、ね、BGH1 となります。で、今回はですね、この BGH1 をですね、ちょっとだけパワーアップさせていきたいなというふうに思います。あ、今ね、こんな感じで、まあ、モニターをつけてるぐらいなんですよ。なので、もうちょっとね、パワーアップさせてかっこよくしたいというところで、例えばね、ケージをつけたりとかね、まあ、その辺をやっていきたいなというふうに思っています。で、一応ですね、今回製品の方いくつかね、ご用意しました。それがね、こちらになりますね。はい、こちら、スモールリグのマットボックスになりますね。まあ実際ね、こういうものを、このスタジオで使うかっていうとちょっとよくわからないんですけれども、まあつけるだけでね、ちょっとごつくなってかっこよくなるんじゃないかなと思ってちょっと手に入れてみました。で、もう一つがですね、はい、こちら同じくね、スモールリグの、ミニフォローフォーカスというね、製品です。こちらも手に入れてみました。今ね、実際のフォーカスとか、あとはズーミングとかいじるときに、カメラのレンズ側をね、いじってるんですけれども、まあこれがあると、ちょっと便利に使えるのかなというところで、買ってみました。まああとはね、かっこよくなるんじゃねえかなというところで買ってみました。はい、それからあとはこちらの段ボールですね。ちょっとね、住所とか貼ってあって剥がして汚くなってるんですけども、これ何かと言いますと、いわゆる BGH1 につけるケージですね。実際にですね、先ほどのマットボックスとか、あとフォローフォーカスとかつけるために多分ね、このリグつけないとつかないと思うんで、まずはね、このリグからね、つけていきたいというふうに思います。はい、導光物はね、こんな感じになっておりますので、早速ね、こちらの BGH1 にね、取り付けていきたいと思います。はい、こんな感じでね、ケージを取り付けてみました。あとちょっとだけね、パーツがあるんで、それもちょっとつけていきたいと思います。はい、これね、同じくスモールリグ製のレンチセットになるんですけども、これね、めちゃくちゃ便利に使えるんで、とりあえずね、必ず持っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。一応僕はですね、2、3個保有してます。はい、今取り付けたのここなんですけれども、これね、HDMI ケーブル、そしてね、USB-C ケーブルをね、固定するための、クランプっていうんですかね、そういうもんですね。はい、あとね、こういうパーツがあるんですけども、これね、ちょっとどこにつけるかわかんないんで、ちょっと調べたいと思います。はい、多分ここだと思います。ここにね、つけていくんだと思います。用途としては、レンズサポートみたいな感じになるのかな。ちょっとね、詳しくはわかんないですけど、とりあえずつけていきたいと思います。はい、というわけでね、こんな感じでケージ取り付けてみました。で、もともと BGH1 はですね、底面、それから底面、それから両サイドにですね、4分の1インチネジの穴が掘ってあったんですけれども、まあ、このケージをつけることによってですね、まあ、その穴がいっぱい増えたというのがまず一つあると思います。なんでちょっとね、一個一個見ていきたいと思います。はい、まずこれが底面ですね。まあ、この辺に4分の1インチネジがちょっと追加になっているのと、BGH1 の元々の4分の1インチネジがね、ここに付けられるようにはなってますね。はい、それからこちら右サイドですね。元々の4分の1インチネジ3つはですね、1つだけは生きてるんですけども、他はね、ちょっと潰れてますね。その代わり、この辺とかね、この辺とかにいっぱいね、4分の1インチネジがね、追加になってます。あとは、ここに何かしらのギアがついてるんですけども、これ多分ね、ハンドルをつけるためのものだと思います。はい、それから左側面ですね、こちらも、1個だけね、元々のネジが生きてるんですけれども、他は死んでますね。まあ、その代わりここにね、4つ
4分の1インチネジが追加になっているというような感じですね。はい、でこれ底面です。ここもね、4分の1インチネジこの辺にいくつか掘ってあるというような感じですね。はい、それからこれ裏面ですね。これ先ほどもお話ししましたけど、ここでね HDMI ケーブルとか USB ケーブルをね固定することができるようになってます。で、BGH はもともとですね、この裏面にはですね、4分の1インチネジついてなかったんですけども、ここに3つね追加になってます。で、このね3つ追加になったこの4分の1インチネジ、これね何がいいかというと、このままね、点釣りをできるというような仕様になってますね。まあ、実はですね、この BGH1 のこの裏面にね4分の1インチネジついていないっていうのはね、僕はね結構ねダメだなと思ってたんで、まあ、このリグをつけることによって、まあ、4分の1インチネジを追加できて、まあ、このままね、点釣りができるということがね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あとはね正面のここにね、なんかよくわかんないですけどつけました。これ何なんですかね、レンズサポートみたいな感じになるのかな、ちょっとよくわかんないんで後で調べたいと思います。それじゃあね、ちょっとリグをつけただけだとまだいまいちなので、まずモニターつけて、ここの部分ハンドルうちあったかな、ちょっとあったらここね、つけていきたいと思います。今ねちょっと裏の倉庫行ってきたらですね、ハンドルじゃないんですけどこういうものがありました。これ何かと言いますとですね、ジンバルに取り付けるためのアームなんですよね。まあこれ、まあ、つけても意味ないと思うんですけど、これがね、ここが同じ規格だと思うんで、ちょっとね一旦これつけてみたいと思います。はい、まあこんな感じでね、つけられないことはないんですけれども、全く意味がないので、まあここはね、ちょっと新しくねハンドルとか購入を考えたいなというふうに思います。はい、それじゃあ今度はですね、これもね、スモールリグ製のもんなんですけども、トップハンドルこれつけていきましょうかね。はい、こんな感じでね、トップハンドルつけてみました。こんな感じで持ってね、運用することができるという感じなんですけれども、じゃあちょっと今度はこれにね、モニターつけていきましょう。でモニターつけるときにねすごくいいのがですね、これもスモールリグ製なんですけどモニターアームですね、こちらのモニターアームこれねちょっとつけていきたいと思います。はい、それじゃあモニターつけていきたいと思います。はい、こんな感じでね、だいぶかっこよくなりましたよね。でもやっぱりここに1個ハンドル欲しいですよね。どうすかな、買おうかな。正直ねあんまり外で使うことはないし手持ち撮影することもないので、まあ、必要かと言われるとちょっと微妙なんですけども、まあ、とりあえずね今回この BGH1 をかっこよくしたいというそれが目的なんでね、まあちょっとねハンドルあってもいいかなというような気がしますね。はい、はい、それではこちら HDMI ケーブルをね挿していきたいと思います。でモニターに挿した後にですね、先ほどね、HDMI ケーブルを固定するためのパーツを取り付けたんで、それでこのケーブル固定していきたいと思います。はい、ここね、HDMI 端子になってますんでここにケーブル挿していきます。であとはね、ここを締めていくとケーブルが固定されるという感じになります。はい、それじゃあもうついでなんでね、こちらの照明もね取り付けていきたいと思います。でこの照明を取り付けるためにこちらね、スモールリグ製のアームのこれ使ってね、取り付けていきたいと思います。で照明を取り付けていくと、であとはしっかり締めて、はい、というわけで、こんな感じになりました。だいぶかっこよくなったんじゃないですかね。まあ、当初の目的は達成したような気がします。で、あとはですね、ここの部分にね、ハンドル等をつけられれば、まあ、ハンドヘルドで、運用するということもできると思うんですけども、まあね、このスタジオで使うのにハンドヘルドで使うということはまあないんで、あとね、まあ、手ブレ補正もこれね、入ってないんでね、BGH1。なので、まあ、あんまりハンドヘルドで使うことはないんですけれども、まあ、つけるとかっこいいかなというふうに思うんで、ちょっと買ってみようかなというふうに思ってます。はい、というわけで、まあ、今回はですねこんな感じで、BGH1 をねかっこよくしてみました。であとはですね、スモールリーグの、マットボックス、それからですね、フォローフォーカス、この辺も用意してあるんで、これつけていきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとね動画長くなりそうなんでこれね次回の機会にやりたいと思います。というわけで、まあ一旦ね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。Mマークでした。さよなら。バイバイ。